シングル、折り鶴で有名な千葉ひろ子さん。1970年代から80年代に活躍されていましたね。今日は彼女の半生を詳しく見ていきたいと思います。千葉ひろ子さんは1944年11月19日生まれ、東京都出身の歌手です。1965年に、 山脇学園短期大学を卒業後、1970年に行われた日本万国博覧会で全国観臓音コンクールで優勝したことをきっかけに芸能界入りをしました。1971年、恋する女に悔いはないという曲でデビューをし、72年には作詞安井和美さん、作曲浜圭介さんによる 折り鶴を3枚目のシングルとして発売すると大ヒット。なんとオリコンヒットチャート内に28週間ランクインするロングヒットになりました。この曲はあの川中みゆきさんが青春時代に心の応援歌としていたそうですよ。川中さんだけではなく、この曲に励まされた。 という方は多いのではないでしょうか。折り鶴に明日への希望の思いを込めている歌詞や、千葉さんの言葉を大切に歌われている包み込むような歌い方がとても印象に残っています。演歌とも歌謡曲とも言えないような独特のメロディーも癖になり、千葉さん最大のヒット曲となりました。実は、 小柳ルミ子さんのアルバムにも収録されている曲ですが、世間的には千葉さんのシングル曲としてとても有名な曲となっています。1982年には作詞高高さん、作曲浜啓介さんのコンビが手掛けた涙のブルースやカバー曲である草屋岬などもヒットしましたよ。歌手だけでなく、 ステレオ歌謡バラエティ、ツラツスタジオ505などでラジオパーソナリティをされていたり、多方面でも活躍されていて、テレビのワイドショー番組、ルックルックこんにちはでの名物コーナーだった女の喉自慢の審査員も務められていましたね。また、1989年からは TBS テレビの関口博士のサンデーモーニングでも、 コメンテーターとして出演していました。フジテレビの人気番組だったスタードッキリマルヒ報告のリポーターをされていたこともあったそうです。大活躍ですね。千葉広子さんといえば近年は教育者としても有名です。山脇学園短期大学卒業とともに中学校の教員免許を取得していたこともあって、 長く少年少女の育成活動をされています。1983年には法務省の特殊面接委員に、1990年に保護司に就任すると、全国の少年院などを回り、少年少女たちの話を聞いたり、相談相手になったりといったカウンセリングなどを行っておられるそうです。 こういった活動はあまりマスコミなどで大きく取り上げることはないように思いますが、使命を持ってされていて素晴らしい活動ですよね。ご本人は大人と子供の間にある隙間を埋めていきたいという思いで活動を続けていらっしゃるそうです。こういった活動をもとに、特に飛行に走る少女については、著書。 明日、青空、少年院の少女たちという本を出版され、記されています。2002年には瀬戸山賞を受賞し、また法務大臣の表彰を6回も受け、翌年には、共生協会副会長と、東京家庭裁判所家事調停委員にも就任されています。 様々な活動が評価されてのことでしょうね。さて、千葉広子さんは結婚などされているのでしょうか調べてみると、2007年に熟年結婚されていました。お相手は、テレビのコメンテーターなどで活躍されていた、元東京地検特捜部長で弁護士の川上和夫さんです。 東京地検特捜部の時には、あのロッキード事件の捜査にも加わったという川上さん。東京大学の法学部卒というエリートで、過去には法務省強制局長を務めていたこともあり、少年院などの疑問活動をしていた千葉さんとは、この頃知り合い、それからの付き合いだと週刊誌で報じられていました。川上さんは、 前妻を脳内出血でなくし再婚のようです。お二人はひっそりと婚姻届を出していて、週刊誌が報じた時は結婚してすでに2年経過していました。大人同士の結婚ですので静かに入籍され一緒に暮らされていたのですが、当時のお二人の年齢が川上さん76歳。 千葉さん61歳ということで話題になってしまいました。川上さんは番記者やオウム事件の時などは今日の出来事に江川翔子さんらと連日出演されていたり、晩年はコメンテーターとして活躍されていたので、お顔を見たら、ああ、あの人か、とわかる方も多いと思います。 情報番組で見る川上さんはとてもお堅いイメージがあったので、このニュースには結構びっくりしましたよね。長い間待った甲いがあって、とても素敵な伴侶を見つけ、幸せに暮らされていると思われた千葉さんですが、2015年に夫である川上さんは、敗血症という病気によって亡くなられてしまいました。 お互いいい年での結婚で、特に川上さんは再婚時70歳を超えていたので、ある程度覚悟はされていたとは思いますが、一人残されてしまった千葉さんは寂しくなられたと思います。しかし、数年間でも楽しい結婚生活を送ることができて幸せだったのかもしれませんね。 葉さんの近年の活動ですが、2018年には随法総合賞を受賞し、歌手より文化人としてお見かけすることが多いですよね。歌手としても2000年に入り NHK などで昭和の思い出のメロディーという形で懐かしい名曲を紹介する番組などに出演されたりしていたようです。また、 今までに何回かベスト版を出されていますので、千葉さんの歌声を聞くことができます。過去の映像などでも見ることができますが、またテレビなどで歌う姿も見たいですね。コンサートなども最近は行っていないようで、ホームページなどもなく、最近の活動など詳しく知ることはできませんが、ご年齢もご年齢なので、 無理のないペースで活動されているのかもしれません。これからのご活躍を楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。